本をたくさん読んでいるうちに、物語だけじゃなく物語を書いた人はどんな人だろう、どんな時代背景があったんだろう、もっと詳しく知りたい。そんな理由で私は文学部を選択しました。僕は日本の歴史に興味があり、将来博物館で働きたくて文学部を選択しました。日本の成り立ちや世界との関わりが少しずつ分かってきて、毎日充実しています。文学部人文社会学科は13の専攻に分かれています。600以上の専門科目を設置しており、自分の所属する専攻分野以外の科目も幅広く選択できる自由度の高いカリキュラムとなっています。また実践的な少人数教育を通して主体的に学べることも文学部の特徴です。1年時には大学生の基礎という授業で、レポートの書き方や調査方法なども身につけます。2年次以降は柔軟性の高いカリキュラムを生かして学びたい分野を追求していくことができます。私の場合は英語文学文化専攻なんですけど、あとはフランス語とか、あと心理学と教育学について学びできました。文学部って例えばその歴史って言っても日本史、東洋史、西洋史で結構幅広く選択ができて、専攻の垣根も低いので、例えば日本史の専攻しつつ東洋史だったり別のその語学の勉強も結構自由にすることができるんで、幅広いその学習をするっていうのに適している学部である。各専攻には貴重な資料や文献が多数所蔵されている研究室があり、学生が教員に気軽に相談しながら学べるのも文学部の魅力です。また学外での調査活動、フィールドワーク、留学も多くの学生が経験しています。3年生になって考古学演習っていう科目で、その実際に発掘現場の体験ができるっていう科目があるんですけど、発掘現場に行ってこう掘ってみると、やっぱり昔の人たちの生活の痕跡っていうのがその直接肌で感じ取ることができるっていう魅力があると思います。私イギリスに行ってきたんですけど、そのイギリスとアメリカの英語の違いとか、あとイギリスの中でもアイルランド語とかでだいぶ違うっていうのを感じました。今教職を取ってるので、その授業も活かして海外で日本語を教えられる先生になれたらなと思ってます。文学部で取得できる資格は教員免許、学芸員、社会教育主事、司書、司書教諭の4つ。2年次から履修できて、毎年250名以上が資格を取得します。で僕は歴史、例えば博物館みたいなところで将来勤務したいと思ってますので、やっぱり歴史の幅広い知識をこうやってどんどん吸収して、人間が昔どんなこういう生活をしてて、今こういうこれそれが今の現代のこういうことにつながっているんだっていうのを、ちょっといろんな人に幅広く伝えていけたらいいなって、そういう仕事ができたらいいなと思って今勉強中です。